こんにちは、です。どうしよう。どうしよう。コンクルージョン。おはようございます。釣り子 TV です。小森さん。はい。今日は押しかけ釣り子 TV っていうことで、はい、結構自分小森さんのストーカーみたいな側面があるんで、はい、住所調べて、はい、まあもうトーナメントトレイルも終わったっていうことで、はい、すいません押しかけちゃいました。あと夜ちょっと外出ようと思ってパッと開けたら外にいるとかやめてください。いや本当に今年お疲れ様でした。はい。まあ、大会期間中はさすがにやっぱりもう一番集中してる時なんで、はい、遊びましょうよとか声かけづらいんですけど、はい、一応大会はもう落ち着いた。そうですね、あとイベントがいくつか残ってますけど、はい、大会はもう終了です。じゃあいつもの朗らかな小森さんが戻ったっていうことで。ダメな感じになってるんですよね。やっぱ大会中はやっぱプラの途中とかはいちらっとお会いしてもやっぱ目の角度が違うんで日焼けじゃないですか。本当ですか。はい、まあ、あとは体調がいつも悪いっていうシャドウのように日焼けしてるからそういうメイクなんですかね。いいですね。でもうちょっと落ち着いたっていうことで、はい、自分なんか今年のトーナメントシーン、はい、トッププロの第1戦から第5戦まであったんですけど、はい、あそこら辺のお話第1戦からもう長いですよね。もう今日夜長いんで、はい、じゃあ始めますか。はい、お願いします。釣り子もうこの感じがね、ほら小森ボードの感じなんで、はい、釣り子とコラボの小森ボード、ちょっとメグダスがいなくてテンション下がってますけど始めていきたいと思います。はい、はい、お願いします。試合の話を振り返ればいいですか。はい、試合ね、なんかね今年はいろんなことがありすぎて、実は最初の頃の試合のことをもうあんまり覚えてないんですよ。どこから7色から始まりましたよね、トップ50は、はい、7色の試合は正直あんまり覚えてないです。ただ合い地引きで釣った記憶だけありますね。はい、ルアーは何？ルアーはライクの 2.5。 結構ね今ライクっていう、まあ、エンジンの、はい、まあ、羽生君の作ったワームなんですけど、はい、これがまあ、あちこちでブームになってて、はい、なんかそのブームの先駆けでちょっと乗っかる感じで、ね、大きな3じゃなくて1個小さくて、はい、ソリッドボディの 2.5 の方。そうですね、 2.5 の方がね実は空気抵抗も少なくて若干沈むんで、はい、飛ぶんですよね。はい、それでまあ 2.5 投げてでマス針を縫い差ししてこう合い地に引いてくる釣り方で、確か初日と最終日が3キロオーバーだったかな。で真ん中の日がダメだったかな。それでまあ7番だったような。僕としてはもう完全に外したと思ってたんだけど7番だったんで、まあ今年はいけるかなっていう初戦だったのを覚えてます。小森さんのイメージだとそれ毎年のあれ変わると思うんですけど、はい、大体年間5戦ある中で、はい、平均何位ぐらいを取ってる時にもう3回チャンピオン取ってるんで、はい、どんぐらいだったらチャンピオン取れるの？これ取った方は分かってると思うんですけど、1戦目2戦目3戦目と4戦目5戦目、このまあまあ真ん中の試合を挟んで後ろ2つと前3つっていうのは実は年間タイトルではもう全然意味が違ってくるんですよね。後ろの2つはもう相手が見えてるんですよ。だからその相手に対してどんだけアドバンテージがある順位が取れるかっていうことが一番重要になってくる。でも前の3つは取れるだけ点数取っとけばアドバンテージが来るんで、そんなに年間も考えずにとりあえず上位を目指す。でまあ勝負か守りかって言ったら完全に勝負の方に行く。でも残りの2つはライバルが勝負に出るのかライバルが守りに入ってるのか、どういうタイプの選手がライバルなのかってことを把握しながら自分の戦略も考えていかないと確実に年間っていうのは取れなくなってしまうんで、だから最初の3試合をできれば表彰台全部狙っていって1個外してもいいです。だから2個表彰台で1個20番とかそれぐらいでもいいと思うんですよね。で、まあ、その時は大体年間僕は取ってますね。で残りの2つはもう10番以内っていうのを守っていけば。じゃあまず初戦は7位だったから、はい、もう OKOK 順調な滑りだし、まだライバルがどれがガッとくるか分かんないから最終的な戦略っていうよりはまずはできるだけ上の順位を重ねていくっていう時期になる。完全なパターンが見つけてぶっちぎりで1番取るときっていうのはもう完全に勝ってるんですよ。それは釣りが見えてるんだけど、完全な1番じゃない時っていうのは釣りなんてやっぱちょっと運の要素もあるんで、1番から5番どこに入るか分かんないですよね。すごい釣ってきても、あるいは外したと思っても30番で終わるのか20番で終わるのか40番になるのかって、これまた分かんないもんなんですよ。だからその辺はもうアバウトに考えておいてっていう感じですね。小森さんって言えばゲイリー山本って印象ですけど、はい、去年からですかエンジンと組んだの。そうですね、まあ針を今やらせてもらってるだけなんですけども、まあ、基本バームはゲイリーで、ゲイリーのソフトベイトっていうのを自分の一番の武器として戦ってるんですけどね。で一番弟子の羽生君が、はい、まあ一番弟子でいいですか？一番弟子大丈夫ですよ。一番弟子の羽生君が開発したライクで7番目を第1戦はとそうですね。はい。で第2戦が九州。そうなんですよね。その第2戦が遠賀川だったんですけど、まあ、僕は七色から琵琶湖のガイドを挟んで九州に行ったら大雨で、多分大雨でしたね。違う、最初減水だ、ごめんなさい。雨が降ってなくて。北九州だけ雨が降ってなくて、他も各地大雨だったんですけど、で試合が延期になり、その間に九州で釣りをして過ごしたりしたんですけども、その後もスケジュールがかなりタイトになってしまって、遠賀川の 2戦目は何位だったかちょっと覚えてないけど、結構いいゲームができたんですよ。ただ最終日なんかちょっと不幸なことがあって順位を落としてしまって。まあでも魚は釣れて10番ぐらいだったんじゃないかな、10番ちょっと過ぎぐらいっていう感じで、まあ、クリアしたのかな。でその時点で年間が5番ぐらいだったと思います。で4戦目の3戦目の旧吉野川、これがまたね厳しい試合だったんですよ。まあ厳しいなりに悔しかったんで、自分でちょっと振り返ってこもり棒でもやらせてもらったんですけど、勝てる試合でもあったかもしれない。でも勝てなかったっていう1本釣れば2本になる、2本が3本になるっていうつながりがある中で、最終日に1本も釣れなかったんで、まあとはいえリミットメイクがほぼ無理っていう状況だったんで、まあ1本の大事さ、そしてそれを釣るのはもう本当に技術じゃなくて、もう力だって、そういうのを、まあ、痛感した試合だったんですけども、嫌いじゃないんですけどね。ちなみにもし当たってたら、はい、勝ってたでっていうかいいところに行っていただろうっていうパターンはどんなパターン？もうカマ打ってるだけですよ。ルアーはちなみにルアーはモコリクロのテキサス流をひたすら、はい、それとあとカリフォルニアロールのカバネコ、これをカバーの質に合わせて、まあ、ひたすら打ってるだけです。でまあそれも本当はあんまりカバーのいい日じゃなかったのかもしれないんだけど、大雨が降って増水したんで急激に濁りも入ってカバーしか戦略がなくなったんですね。それは逆に良かったんですけど、そのカバーで釣れる時間帯に釣らなきゃいけなかったんですけど、初日を思い出しました。初日のスタートが死ぬほど悪くてもう初日にどんだけ稼ぐかっていう大会だったと僕は思ってたんですけどね、初日のスタートがもうほぼ終わりの方だったんで、まあ行ってみたらまあ本当に上位に入った選手とみんなバッティングしてて入れなくてとか、僕が入った時にはもう4本取ったとかいう人もいて、これいけないなと思って、でその日は水がどんどん上がっていったんで、大雨降ってその水が放水が突然入ったんですよ。それに合わせて逆にカバーじゃないところで多分釣ったんですよね。初日はモコリクローとレッグアームだったかなんか、そんな感じでカバーじゃないところで釣っていったと思います。ちなみに、はい、印象で、はい、くじ運が今回悪かったっていうことで、はい、一番スタートっていう人と一番最後尾のスタートっていう人だとタイムラグってどんぐらいになっちゃうの？大体40分ぐらいあるんですね。40分は言い過ぎかもしれないけど、会場のデッドスローエリアの形状にもよりますけど、はい、まあ30分以上はあると思います。それって結構すごい、はい、ですけど、まあ2日目は逆になるし、はい、そのくじも公平なくじなので、はい、それに対して不公平だとかアンラッキーだとは思ってないんですよ。ただ大会会場とかその時のフィールドのコンディションによってはスタート順が左右して、自分が年間を狙う上でターニングポイントになる第3戦目の一番大事な時にいいくじを引けなかったっていうことが自分の中ではものすごく後悔してるというか、スタートが悪かったことっていうか悪いくじを引いてしまったことが一番ちょっと悔しさかな。まあそこも含めて大会ということで、2日目に挽回しなきゃいけないんだけど、まあ、初日でほぼフィールドが大雨降って壊滅してしまったっていう。初日はまだ朝一はクリアだったんですけどね、日初日の午後ぐらいから土砂濁りの水が来た上流から入ってきてよ、で2日目はもう朝から土砂濁りっていう状況だったんで、2日目どんだけさでも早くても土砂濁りで食わないんではっていう感じでしたね。でそこでも10番前後で、はい、すごいですよね。その失敗したって言っても10番ぐらいにきっと20番だったんですよ。20番前後で、はい、でそう自分の印象でも、はい、第3戦ぐらいのタイミングでじゃないなーとか勝手に関東の片隅ではい、その頃三原さんとか、はい、藤田選手、はい、めちゃくちゃもうそこら辺からバチバチにやってたじゃないですか、はい、でそのタイミングでは俺小森さんってあれ今年やっちゃったのかなーなんて勝手な印象です。いません個人的にも休養しの20番で僕はないかもしれないなと思ったんですよ、はい。今年はもう三原君が初戦からすっごい勢いがあって勢いを武器にしてる、そういうスタイルなんですよね。勢いを武器にできる釣りのスタイルを持っているから勢いがさらに後押して、このままいっちゃうんじゃないかなと思ったんですけども、若き天才がそれを阻むっていう、まさに本当に若い2人の視点になってしまったんですけども、休養し終わった時は完全にそうなるかなと思ったけど、年間成績見たら僕は上がってたんですよ。そっからなんですよね、はい、そっからと思ってびっくりしちゃって、はい、で第4戦が、はい、北浦ですね。北浦戦ですね、はい、それはもう北浦は得意なところなんで、とりあえず釣れてない状況だったんで、どんどん日に日に状況が悪くなっていって、これ釣れない大会になるなと。だから数しっかり釣っていこう。で、霞水系の場合、数釣ってれば絶対でかいの釣ってくるんですよ。なので僕の経験上、リミットメイクして1本もキロフィッシュが入らないなんてことは、ほぼなかったんで、混じるだろうと思ったけど、3日間、1匹もいい魚が混じらない試合だったんですよね。でもあれは確か記事でも読んだんですけど、はい、ポップ X メガバスのあそこら辺でパターン組んだっていうのがすごいかっこいい印象で、はい、あれってどういうことだったのか、もし覚えてる範囲で教えていただけたら、はい、北浦の年はすごく水が悪かったんですよね、夏場の暑さで。その影響もあって、バスはいるんですけどすごい浅いところにいて、日差しが強くなるとちょっと下がっていってしまうっていう、その繰り返しで、そのすっごい浅いってどんぐらい浅いかっていうと水深こんなところなんですよ。でアプローチしようにも近づこうにもバス自身はもう深いところに移動したいわけですよね。でも浅いところに餌があるんで、朝は水温が下がるから浅いところにいる、で水温が上がってくると落ちるっていう、酸素も多いですからね、浅いところとかその繰り返しをしている状況で近づくとすぐ逃げちゃうんですよね。そういうシャローの魚には遠くからアプローチするトップウォーターっていうのは絶対武器になるじゃないですか。なので、ブレークがあるシャロー側には脳進化、これファット山線香でやっていって、そのブレークの途中の杭とかちょっとしたストラクチャーにはレッグアームのダウンショットを落としていって、でそのシャローフラットが広くてエレキで入っていくと魚逃げちゃうなっていうところにはポッパーを打ち込んでいくっていう、もうそれだけの話でしたね。で何位ぐらいであるフィニッシュ？あれは4番でした。4番、はい。試合はただ勝てると思ってたんです。今ウエット性のトップフィッティングの中でいっぱい釣れば絶対キロフィッシュぐらいのは混じるだろうっていう霞があるで、1匹もでかいのが入らないっていう特殊事態になってしまって、はい、で唯一っていうか初日に1本、2日目1本、3日目に2本かな、バラした順番に大きかったっていうのはありましたね。それで年間順位は結構もう確かかなり上の方にいらっしゃいますね。そうですね、その終わった時点で3番まで上がってました。ですよね、あれでもうまたびっくりしちゃって、はい、いやないなと思ってたすいません小森さんあれと思ったらいつの間にか3番にいたんですよね、はい、あれすごいびっくりして、三原選手、藤田選手、小森さんみたいな、はい、順番ですね。第4戦の時点でも三原さんが1位守ってて、はい、でも藤田さんもちゃんと次につけてて、はい、3番目誰だろうと思って小森さんがいるなと思って、これがやっぱ小森さんの強さなんですかね。僕耐えてれば結局攻め手がないわけですよ。1試合って見ると釣れた釣れないで終わっちゃうんですけど、トーナメントってトレイルがあってこのシリーズを争ってるわけで、そのシリーズを争うわけですけど、他者が釣ってきて僕は順位が上がってこない。でも耐えてれば絶対に成績のムラがあるんで、落ちていく人も出てくるから、耐えてれば必然的に上がってくるって思ってるんで、とりあえず悪い時は耐えること、諦めたりその大なたを振るったりしないことですよね。とりあえず耐えてやってるとチャンスが巡ってくるっていうのが、まさに今年の第4戦終わった時の状況なのかなと思ってますね。でいよいよ最後一番もう小森さんのホームと言ってもいい桧原湖来るわけなんですけど、あれどういうことになってたんですか？あれね、ホームって言いますけどね、僕ね、これすごい桧原湖においては自分でもたまに発表してるんですけど、優勝経験あります。2008年に優勝してます。表彰台はそれを合わせて多分4回か5回ぐらい乗ってるんですよね。でも僕の同じフィールドでの予選落ち回数、桧原湖一番多いんですよ。しかも僕の予選落ちは半端じゃないですよ。40倍以下ですからね。5点も取れてませんからね。ほぼ最下位っていうのが桧原湖って3回あるんです。見えすぎちゃってるから。いえいえいえ、完全に見失ってるんですよ。そういう時はさすがの小森さんもスモールの場所がよく分かった。魚がいることは分かってるんです。食わないんです。で、食わせ方で迷っちゃったりとか。ただその全てがいつも台風が来て濁った時なんです。ちょっと濁った程度の濁りですね。どちら濁りだったら攻め手はあるんですよ。腹くくれるんで。でもちょっと濁ってて、そのポジションにいる魚が食うと思うんですよ。で、そこにいる魚が特別でかいのも知ってるし、桧原の経験長いんで、で、他の選手とバッティングしてない変なフラットいっぱい持ってるんで、まあ、食ってくれれば間違いなくぶっちぎれる。実際2008年の優勝も、完全に僕は、小高森沖13メーターで一人旅をして優勝してるんで、食ってくれれば、3日目になったら人が増えるかもしれないけど、初日2日目はぶっちぎれるっていう場所をやってるんですよ。少なくともその予選落ちした時も全部。で、それが食わなくなるんです、試合中に。で、その原因っていうのは、まあ、台風による濁りなんですけど、食ったらやばいじゃないですか。そうですね。勝てるパターン。そう。だから追っかけちゃうんです。でもそれは自分でも分かってる。ただ食ってくれたら5分で、5分とは言わないですけど、まあ、10分で4キロ5キロ取れるわけじゃないですか。だから、3時までの大会で2時50分には帰着しなきゃいけないとしたら、2時45分まではそのエリアにいたいんですよ。エンジンの小森さんと羽生さんで出てる2人で大会チャレンジしてる動画見ましたけど、小森さんめちゃくちゃスモール船に上げるの早いですね。そうですね。すんごい引きの。はい。あれってどういうことなんですか？あれは竿ですよ、秘密。はい。あれはもう僕の作った 64SULS っていう竿、その前だと 67SULS、V3 モデルですね。はい。これをしっかりと理解すれば、あれ早いの分かってもらえると思います。やりとりとか無駄なんで、2ポンドでずーっとこれぐらいのテンションでリール巻いてると、魚は逃げたいんだけど、なんか上に上がってきて気がついたら中にいるっていう。ああ、その引っ張るまでのテンションをかけない、魚はだましだましじゃないですけど、なんか抵抗してるつもりなんだけど、抵抗しきれないとこで竿を曲げちゃってバタバタさしてないってことなんですか？そうですね。これね、これだけ特別別にちょっと枠で話したいんだけど、まあ今一緒に話しちゃうと、単純にドラグが出るじゃないですか。引っ張るとスピニングリールって、当然スピニングリールから直接引っ張るとドラグって出やすいですよね。でも竿があると竿が曲がるからドラグなかなか出ませんよね。で、その竿がドラグを出すのをまあ干渉してるわけですよ。竿が干渉剤になってドラグがなかなか出ないわけですよ。で、ドラグが出るっていうのは糸の限界まで来てることじゃないですか。ドラグのパワーを一緒にしておいても、竿があると同じ力で引っ張っても糸が出ないっていうことは多分感じられると思うんですよね。で、まっすぐ引っ張れば別ですよ。竿が曲がるから、あれさっきの力で引っ張ってるドラグ出ないんだ、竿が曲がってるから。要は竿が、ドラグと、まあ、そのラインブレイクの間の干渉になってくれてる。そこをうまく使える状態にセットしてるっていう。だからもうここ魚はずっと曲がってる、竿がずっとこうやって曲がってる。で、硬い竿を使っちゃうと、魚は竿に対して力をかけてくるんですよ。そうなると糸にテンションがかかって切れやすくなるんです。で、その部分を竿の曲がりベリーでこう吸収するんだけど、このままベリーの張りによってはやっぱり糸切れやすくなる。柔らかすぎると魚が全然良くない。で、その時に釣りのスタイルと合わせて 64SULS、あるいは 67SULS っていう竿はまあこの位置、まあ大体そうですね、10時から9時の間ぐらいのところで竿を構えて普通にこうやって巻いたら、2ポンドが切れないぐらいのドラッグセットをしておくとドラッグ出ずに上がってきます。だから結果速い、スピーディーなファイトになってくる、でオーバーしてれば魚が自分のキャパオーバーしてると分かればその状態でドラッグ出ますから、あ、これオーバーしてるな、キャパを慎重にいこうって言って改めてそこで、まあ、ちょっと持ち直して脇締めてちょっと余裕を持ってある程度船の周りを泳がせる感じにしますね。そしたら船の周りを自分も一緒に泳いでれば、あるいはエレキで追っかけてれば切りにくくなるんで、まであの差を持ってるんで V3 はもう、はい、確かになんか他の竿でやるよりも、はい、あれでカットテールのキャロとかでかけるとファ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 あれあ上げてみたら40近いとか、はい、でかいのが全然他の竿と違って気がついたらもう船にちゃんとランディングできてる、はい、そうですね。あんまりでもフッキングパワーがないから辛いとこなんだけど、まあ、マダイに使う55の竿とか、はい、ヘラブナの竿とか、はいはい、ヘラブナなんてすごいじゃないですか、はい、50のヘラブナとかをリールなしで上げるじゃないですか。そうですね、はい、で糸を切れないですよね、はい、でハリソーだって1個以下とか使ってるじゃないですか、はい、それで切れないんだからやっぱ何か竿はその役割をしてるわけですよね。ドラグの周りをまあそういった役割をバスロットに持たせたっていう竿で、あれは正直理解してもらうまで半世紀ぐらいかかるかもしれないですね。第5戦はその台風が直前にやっぱ来まして、直前じゃないな、直撃する形になったんですよ。それでまあ大会をワンデイにするということで決まってしまいまして、でまあもうワンデイの準備は実は僕頭の中で既にできていて、これは台風直撃するなと、下手したら中止あるいは日数が少なくなるな、最終日の日曜日だけになるか初日だけになるか、できれば台風の前にやってほしかったんで、そこはまあ思った通り、自分の思惑通り台風の前にワンデーになったんですけど、まあワンデーになってしまうとね、まあボクシングで言うならばジャブを打ちながら様子を見るなんてことできないわけですよ、はい、もうポイントで自分が負けてて最後カンカンカンってやってあと30秒って言われてるみたいなもんなんですよね。もう打たないと負けちゃうんですよ。だから打ちに行くしかないじゃないですか。でまあ練習で見つけてたリアクションの釣り、夏からずっと釣れてるフラットにまだバス残ってたんで、その辺はライブのスクローとか見たら分かるんですけど、ただもうベイトが抜けちゃっててバスほとんど食わないんですよ。これをリアクションで釣る釣りがちょっと残ってたんですよね。でなんとかそれで700ぐらいにはかき集めようと思ったけど、それがもう全然食わなくて、まあ、結局天気がねバスフィッシングに最適な天気になっちゃったんですよ。でボイル打ちも考えたんですけど、これもまたスタート順がちょっと良くなかったんでボイルのいい場所には入れなかったんで、まあまあ僕はボイルはスタートが悪くて空いてたら入ろうぐらいに思ってたから、まあまあ人入ってるからやめようと思って自分の選ぶ場所に入ったんですけど、2時間半の前で2時間半ぐらいしてやっと1本、投げたキャロがホール中にピュー移動していってかなりでかかったんですけどね、800、900、まあ、900だったのかな。でまあ普通にやり取りしてて、まあ普通にやってて普通に思い通りやってて網でスコートしたらプチって糸が切れて外れちゃったんですよ。アンラッキーだなこれ、ちょっと今日いい流れを組めてないな。でもその時点でもう11時ですよ。まあちょっと、まあ、焦っちゃいけないなと思ったんで、まあ、そんなことで焦るような、まあ、トーナメントの素人ではないんでまあそこからちょっと大きく湖を使って大きく走り回って自分の知ってるところで口使いやすい状況になってればなって思う場所を見て回って、バスはいるんだけどやっぱ食わないんですよ。でバスがいるんだけど食わないんであればもういるところをやってもしょうがないから、新たな場所を見つけるしかないなと。だったらまあ当然考えられることは餌が多い場所、それから人の少ない場所っていうことを考えて、まあ、航路に一番近い半分と半分の間のちょっとスポットがあるんですけど、まあ、そこにピンスポットがあったんで、まあ、行ったら島陰に隠れててちょっと他の選手とバッティングしたんですよ。でうわ入れないわと思って、ただもうそこから潰し効かなくなったんで、その選手が OK っていうよりは、まあ、ちょっと距離長くやってる方だったんで。まあこの辺までならやっていいですかって聞いたら、そこから先はやっていいよって言われて、まあほとんどポイントが残ってないところやっていいよって言われたんですけど、まあなんかここでできないかなと思ってみたら、まあちょっと行ったら大きな石があって石の角にベイトがまあいたんですね。あこれ石を使って食ったりするバスもいるんじゃないかなと思って、まあ石の側からベイトの方にルアーを投げて石にルアーを持ってくるっていうことをやってると、ポンポンと2本釣れて、でまあ終了間際にまた1本釣れて。まあその間にもう2バイトぐらいあったんですけど、まあ、逆に言えばですね、あれ全部上げてればシングル以上の成績だったんですよまあなのであとは食わせ方がちょっと絞れなかったかなと。途中で何か所か入った場所で上位者出てるんで、まあ、僕の後に来た選手なんですよそれね。だからやっぱり僕は釣り方が見つけられなかった。その後から来た方は釣り方が多分一撃であったのか、それかバスがその時スイッチが入ったのか分かんないですけど、まあ、とってもそのスモールってね指向性が狭くなるんですよね、厳しくなると。そこに今ちょっとハマってしまって、まあ、最終戦は31位かなっていう感じになってしまいましたね。これはもうでもしょうがないかなと。一つは年間ってことを考えると、まあ藤田君が、ぶち切って最後も表彰台まで上がってたんで、僕があれどうこうしたって届かないですよね。それはもうすっきりとまあ負けていいかなと。でもっと言うならば僕1番以外どうでもいいんですよね。これ初めて1番だったら2番でも3番でも嬉しいですけど、過去に3番も取ったことあるし、2番も2回も取ってるし、5番も4番も取ってるし、1番も3回取ってるし、だったらしたら別に3番で最終戦迎えて3番を維持することはあんまりこう目的ではなかったんで、1番じゃないんだったら何番でもいいやって、ぶっちゃけ途中っていうか表彰式は何番でもいいやとは思ってましたね。すごいですね。そこら辺がやっぱり最後の2戦で一気にこうどういこうっていう戦略のライバルも顔ぶれが決まって、でその最後の檜原湖のしかもワンデイになってこういう戦い方しようっていうのが完全に出来上がって、その上での勝負だったんです。ワンデイだったらどっちかを外すと思ったんですよ、上位2人は。ただまあこれは正直今思うことを言うと、藤田恭也は強いですね。はい、やっぱり強いです。あんまりこう人のことを声場で語るとちょっと突き刺さっちゃうかもしれないんで、ちょっとあんまり言えないこともあるんですけど、僕はそれなりに選手を全員分析をして、どんなぐらいの力があるのかっていうのを自分なりに戦ってみて、僕は人のビデオとか動画とかあんまり見ないんで、正直どんな釣りをするかは知らないです。だけど実際その同じフィールドに出てポイントを走り回ってる中で、それ違ったり同じ釣り場でバッティングしたり、あるいはバッティング1回もしなかったりするわけじゃないですか。そういうゲームの流れの中で見てて、こいつは例えば僕がやってるところで僕に釣り勝とうとしてる人だとか、こいつはあるいは全然僕と違うことをやってる人だとか、あるいは同じことを考えてるけど僕の方がうまいとか彼の方がうまいとか、いろんなタイプの人がいるわけじゃないですか。そういった中でそれが動きの中であるわけですよ。よう挑んでいかなくても僕がどいた後に入る場合もあるし、この人がどいた後に僕が入る場合もあるし、でこの人とこの人は同じことを考えてるっていう感じなんですね。釣りっていうのは何を投げるかじゃなしに何を考えてるか、これが一番大事なんで、ね、その考えてることが理解できる範疇にある人っていうのは僕は倒せると思ってるんです。タイミングが良ければ当然全部が全部その 100% ガチで倒せるって言ってるわけじゃなしに、タイミングが合えば僕の方に傾く時もあるし彼に傾く時もあるしっていうものの見方ができるんですけど、藤田君に関してはわからないんですよね、ぶっちゃけ。彼の強さが僕はわからないぐらい彼は強いと思ってます。雑誌とかそういうところでしか自分なんかなかなか目にする機会ってまだないんですけど、本当青木大輔選手となんかマンツーで戦う市場のイベント、戦いみたいなとこでも競り勝ってるし、で大会でもいい成績取って勝つしで、小森さんが「いやあいつは強い」ってもう言うし、化け物ってことですかね。とりあえず未知のまだ今のところ。ラグビー見ました、ワールドカップ。南アフリカ強かったですよね。半端じゃなかったです。日本とやってる時見た時に、この人たちって僕らが例えば学校に行って僕らが社会的にいろんなことを学んでいく過程に彼らはずっとラグビーだけを学んだんじゃないかっていうぐらいラグビーがすごい身近にある。多分藤田君は同じそういう感じなのかもしれないですよね。多分その釣りがずっと身近にある、ずっと釣りのことを考えてるかどうかは分かんないですけど、釣りがすごい多分彼の身近にあって、多分バスを釣るっていう行為がすごく簡単なことなんだろうなって感じてしまうのは僕は負けたからかもしれないですけど、やっぱり強いなと思う選手でもずっと僕が負けてたっていつか勝てるって思う面もあるんですよ。でも藤田君に関しては全く今のところ見えてこないです。正直どうやってあんなのに勝ったらいいだろうって思うぐらい、でも釣りなんでね、ずっと彼を優勝してるわけではないから、逆に言ったらずっと優勝したら勝ちなわけだから、そこを目指してやるしかなくて、そんなことを考えながらプラはやるしかないんですけど、強いっすね。そこの今お伺いしたお話がそのまんまもう2020年に向けての戦略というか話になってきちゃってますよね。来年どう、いや藤田君と戦う上で戦略なんて考えちゃダメでしょうね。もう自分をいかに強くしていくかっていう。そうです。で純粋に魚釣りっていうものをもっと身近に置くしかないですよね。多分そうやって生きてきた人にはそうやって戦うしかないでしょう。小森さんほとんど湖にいますもんね。練習も長いし。僕都会じゃなきゃ暮らせないし。そうですか。そう大概なんかSNS とか小森さんのいろんな SNS やられてますけど、見ると。あれなんかまただってもう数日後に池原行かれる。で僕はその現実と釣りにフィールドっていう現実とフィールドっていうところにちゃんとスイッチがあるんですよね。もうそんなスイッチを取っ払うぐらいの気持ちがないと勝てないかもしれないですよね。まあその気持ちがあったって勝てないかもしれないですよね。先週なんか九州から行かれてましたけど、はい、でもやっぱイベントじゃないですか。釣り、自分の釣りを磨きに行ってるわけじゃなくて、まあ、それこそその前に九州行った時は結構自分の釣りを磨きに行ったんですけど、やっぱああいうことをやるとその後のことにちゃんと反映してフィールドでの勘っていうのはやっぱりすごく養われていくんですけどね。まあその人生っていうピークが何度かあると思うんですよ。でそのピークにいる時はやっぱり絶対自分は強いと思うし負けないと思うし、そのピークってすごいんですよ。ピークの人たちは僕らが見ててもとても勝てないと思うんです。そのでもピークを過ぎた後、あるいは自分が落ちてきたところに何をするかっていうところで、まあ自分のトーナメンターとしての進化っていうのは決まってくるから、今の藤田君と今の僕を比べてもそれはもう当然彼の上だし、まあ、今それを比べてるわけじゃなくて、そのトーナメンターとして、まあ、10年とかそのスパンがあった時に僕のピークの10年、今かかってる10年も含めて。彼の今からの10年、まだ2年目ですからね、彼の時にね、そこの10年のまあ勝負かな。でその10年で負けてたら、まあその先10年とか、まあそうやってどん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 挑んでいければいいかなとは思ってますね。はい、じゃあ小森さんに、はい、2019年のトップ50小森嗣彦の戦いを振り返ってもらう動画、はい、これかなりだいぶいい時間いってると思うんで、はい、結構これ話ばっかりでね、はい、つまんないかもしれないけど、いやこういうの聞きたいと思う。俺は聞きたいです。来年への抱負多いかな。来年ですか。僕ももうトップ50出続けてる以上は、まあ、正直バカにしないでくださいね。前世優勝して年間を取るっていうのはトーナメンターだったら全員考えてると思いたいなとは思ってます。昔どっかで野球のピッチャーがピッチャーだったら誰もが夢見る、パーフェクトゲーム、出た試合は全部パーフェクトゲームで勝ちたいと思ってマウンドに立つのは当たり前なんじゃないですかってどっかピッチャーが言ってたんですよ、解説で。それを聞いてアナウンサーとか他の解説が目が手になってたんですけど、僕それ聞いてもうそりゃそうだよなって思ってたのに、それがおかしなことなのかなっていうふうに思っちゃったことがあったんですけど、まあだからそのおかしなことをやっぱりやってやろうって思う気持ちがなければ絶対できないじゃないですか。そういう気持ちでやりたいなと。なかなかその優勝だってトップ50では最多の6回をしてますけど、それでもやっぱ1割未満なんですよね、勝率が。でもその1割なんだけど年間10割の勝率っていうのをできる何かが見つけられたらすごいなと思いますよね。そういうのを見つけながらあくまでも年間優勝を狙っていきたいなと、まあ、2020年も変わらず戦うからには一番を目指して、はい、やっていきたいと思います。また応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、はい、本日の釣り子 TV は、小森嗣彦プロの、小森ボードと釣り子 TV の、コラボ企画ということでお送りしております。はい、続きます。